ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。もう旅疲れがすごくて居疲れと言っても過言ではないんですけども、まあまあ以前ね、ちょっとこの場でね、今年はもうコロナだからそういう忘年会とかあんまなくて、あの胃腸薬の薬とかの CM やんのかなとか、そもそも売れんのかななんて心配したじゃないですか。早速使ってますCM がやろうがやらまいが私は使ってます。まあ、そんなこんなでですね、私ちょっと旅人な感じで最近生活を送ってまして、11月の27日日本代表戦、皆さんご存知の仙台に行ってきたんですね、土曜日。そこから私の旅は始まりました。で、土日と仙台に行って、月曜日に1日だけね、あったね。で、そこで、夜会食があってですね、で、次の日の朝早く沖縄に行きました。で、沖縄に一泊して、で、翌日帰ってきたんですね。で、翌日帰ってきて、またその次の日、つまり水曜日、そっから北海道ですよ。で、いろいろあったんで、木、金、土、日って日曜日まで行ったんですよ。4日間。で、月曜日にオールスターの会見をして、今に至るってことですよ。何をやってんですかね、っていうぐらいあちこち行ってました。やっぱさすがに、ちょっとやっぱ疲れてるな、みたいな感じになるんですか。いやー疲れてるなーってのはあると思いますよ。まあでもなんとか元気に頑張ってますよね、うん。まあ北海道と沖縄のなんと気温差23度ですよ。沖縄に行った日がですね、もう汗ばむぐらいの気温で、まあ沖縄でも久しぶりに暑いですって言われたの。で、次の日に北海道でしょ、今年一番の寒さですこれ一番嫌なパターンじゃないですか。私ね、新潟県人の癖して寒いの苦手なんですよ。寒いの大嫌いなんですよ。だからね、ちょっとビビってましてですね、スーツケースもいっぱいあったかいの入れてたんです。したらね、ホテル暑くて、部屋の中暑くて、北海道ってね、外寒いから中あったかいんですよ。だから、車どこで移動してどっかにこう行くじゃないですか。一瞬寒いですよ、もちろん。もうそんな着込むほどじゃないんですよ。だからほとんど使わないで帰ってきましたね。あんま寒くないというか、織茂さんはね、ちょっと織茂ファンの皆様には耳寄りな情報なんですけど、織茂さんってもう北海道に行ってしばらく経つじゃないですか、もう十何年。一回もコート着たことないんですって。信じられます？私も基本的にコート着なくて、ずっと着てなかったんですけど、去年長崎に行った時にね、ちょっとこの番組で言いましたけど、もう死にそうになっちゃって、伊藤拓磨くんにね、なんか着るものないって言って、たくむくんにね、コートを借りて、難を逃れたっていうのがあって、まあそこでもう私はギブアップして、そこから来てますけどね。織茂さんはなんと札幌にいながら、一回も、もうダウンとか着ない。それはスタイルなんですかね。まあスタイルというか、何ですかね。いや、そんな北海道に行ってまいりましてですね、今日ちょっと北海道に行ってきましたという話と、ちょっと沖縄の話はオールスターに絡めて、ちょっと別途お話をしたいんですけども、その日本代表のゲーム、トムの、まあ、初陣ということと、北海道の出張、そしてその前に本編ではですね、突然私が思いついてやっちゃったんですけど、流行語大賞。思いついて、ああいうつぶやきって昔はよくやってたんですね。で、ちょっとシェアマンになってからあんまりああいうのやると、なんか、ふざけてんのかなとか、思われるじゃないですか。なんで、あんまやってなかったんですよね。でも、ああいうの好きなんですよ、私。もういいやと思って、つぶやいたら、意外と皆さん、乗ってきていただいて、みんな、すごい拡散しましたよ。すごい拡散したし、コメント欄大変なことになってました。もう見るの大変。もう集計も大変ということで、有言実行でですね、結果発表をさせていただきたいなと。まあユーキャンさんの、あれが本家ですよね。我々じゃあ2位ですかね業界的に2番目に大きい流行語大賞を目指してですね、今日やってみたいと思います。はい、それではいきましょう。島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイク。
寒い北海道に行ってきてですね、ちょっと悔いが残ってるのはですね、スープカレーが食べれなかったんですよ。スープカレーを食べたくて本当にスケジュールタイトだったんですけど、一回ちょっとランチで行けそうな時間があって行ったんですよ。したら2時58分だったんですね。で3時までですって言われて車止めてですね、駐車場に入れて吹雪の中、うわ寒いとかつって走ってたんですよ。でもスープカレー食べれるからなって汗かくぐらいでいいよなとかって言ったらダメだったんです。ダメ。あの皆さん注意してください。札幌はだいたい3時でランチはダメですから、ですから少し早めに行っていただかないと私と同じ目に遭いますからね。皆さんこれは大事な情報です。で行ってですね、まず児玉副知事にお会いして、2026年に向けてですね、よろしくお願いしますということのお話をさせていただいたりとか、あとはまあスポンサーさんを回らさせていただいて、ご挨拶を、ユニフォームのスポンサーの一部ですね、ご挨拶をさせていただいたりとか、その後スポンサーの皆様にですね、ホテルの方にお集まりいただいて講演会もやりました。まあ、将来構想の話をして、レバンガにもぜひ頑張っていただきたいと、でこういう基準になってるんで、ぜひぜひご支援を賜れればというような話をして、で結構ああいう講演会をした後にですね、質問を受け付けるとそんな出ないんですよ。ああ、まあそうです。そんな出ない。でもすごい出ました。そうなんですか。もう、うん、すごいいろんな意見を出て、あ、やっぱりスポンサーの皆さんも興味あるんだなというか、まあ、愛されてるなというか、まあ、そんなやり取りをさせていただいて、やっぱりそもそもアリーナって簡単じゃないですよねとか、レバンガがやっぱりそのシンビワに行けないってことはリーグとしてやはり損失だと思われますかとか、まあ、結構いろんな角度からボールをいただいて、まあ、そこにはしっかり真摯に答えさせていただきましたと。で翌日にはですね、もう本当にメディア構成ですね、もう各社各テレビ局を回りまくってます。で大体インタビューも受けてます、まあ、だからテレビに出てますね。でも私いつもこういうの出張行くじゃないですか。でテレビカメラの前で喋ってるんですけど、ずっと動いてるし次の日に帰っちゃうじゃないですか。だからテレビに自分が出てるっていうのを見たことないんですよ。自分は見ることのない出演、ね、レバンガファンの方で地元のテレビに私が出てるのがあったら少しちょっとねツイッターかなんかでつぶやいていただくか、うん、シェアしてもらえればありがたいかなと思いますね。で4日は朝に、ラジオ出演して、でコート上でご挨拶をさせていただいて試合を見させていただいてた。で5日は、翌日は U18 のエリート6のもうほんとトップクラブですね、前回ね優勝したレバンガと、横浜 B コルセアーズのもう内藤選手とねジェイコブス選手のもう対決ということで、非常にレベルの高いゲームを見させていただいて、その後も帰りましたということで、もうパツンパツンだったんですけども、まあ、試合はレバンガが勝ちましたと。で、まあ、ホーム今シーズン6戦5勝ですか、はい、でなんとですね、ちょっとこれはもうどうでもいいんですけど、私が今シーズン視察をしたゲームは8連勝なんですよ。私行ったとこ負けてないんですよ。多分オファー殺到するかもしれないですよね。なんか持ってるらしいんで、はい、これからまたガンガン回りますんで続けていきたいなと思います。で、そんなこんなでやっぱり印象的だったのはですね、横浜の B コルのファンがすごく多かったですね。 B コルファン恐るべしという感じは受けましたね。海賊が本当ですね、雪国にやってきました。はい。でですね、私もうろうろしてると B コルのファンの方たち声かけていただいてですね、おにいるおにいると、私を見るやいないや、おにいるおにいるですよ。いやーもうなんだ、試合ちょうど負けた後ですね、負けちゃったけどこうおにいるおにいるのことをジャイマンに直接訴えることができたんでみたいな。なんかみんな明るいっすよね。あのおにいるおにいるチームはものすごく明るくて、で盛り上がりましたね。でそんなこんなでですね、ちょっとここからはいよいよ発表しようかなと思ってます。B コルファンも盛り上がった、B コルファンも盛り上がったオニールオニール、
バスケ界勝手に有効対象です、ね、そうですね、勝手にいいぞ。これなんかちょっと一部ツイッターとかでも、それ B リーグとしてちゃんとやった方がいいんじゃないですかとか、あのオールスターでちゃんと発表した方がいいんじゃないですかっていう話もちょっといただきました。でもそんなつもりでやってないです もっと思いつきです。朝起きて思いつきです。なんでそんな考えてないです。軽くやったものは軽く発表したいと思います、はい、でですね、まあ、本家本元が10位まで発表したんで 10個って思ったんですけど、ちょっと5個にします、まあ、バスケですから5人、5人、さすがですね。5ついきますよ。でまずじゃあ5位から、じゃじゃじゃん、腹黒ステップ。腹黒ステップ、これどうしよう。腹黒ステップっていうのが結構あって私のツイッターにも来るんで、なんだろうこれと思ってたんですよ。比江島ステップは分かるけど腹黒ステップって何って、俺も実は分かってなかったんですよ。そしたらまあ藤井優真選手が比江島選手の比江島ステップに対して、あれは腹黒ステップだよっておっしゃったみたいですね。なんかインサイドアカツキの中でそんな話をして、はい、そこからのようで、まあ藤井選手もね、比江島選手も人気があるから、まあファンに拡散したんでしょうけど、腹黒ステップおめでとうございますおめでとうございます、比江島選手おめでたいのかなこれ腹黒ステップおめでたいかどうか分かんないけど、おめでとうございます、腹黒ステップ。まあでもある意味腹黒ステップっていうぐらいですから、もう憎たらしくなるぐらい、こんお前マッチアップとかしてもお前のステップは本当ムカつくなと、止めれないなっていう思いが込められてる腹黒ですかね、うん、まあそれもあって多分共感してるファンの方もいて投票が多く、うん、そうですね、まあ、分かる分かる分かると、腹黒だよなあれって感じになったんでしょうねということでね、腹黒ステップ第5位といきます。第4位、オニールオニール、ここ私ね相当喋ったと思います今年あれは何の企画でしたっけ。B リーグで、クラブの、応援ライバーナンバーワン決定戦ということで、でその最後の、これから戦いが始まりますよ の、うん、時に島田チェアマンから、LINE ライブでその組み合わせ抽選をやったんですよ、4ブロックに。でその時にチェアマン自らがファンとコミュニケーションを取りながらそのライブ配信をやったんですけども、うん、その中で横浜ブースターの方々がニロニルっていうのをたくさんやって、で島田さんも乗っかったというような感じですね。そうね、あれは盛り上がりましたね、すごい盛り上がってました。めちゃめちゃだって8万視聴まで行ったんですよ。最初数万からなんか盛り上がっていったらどん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 増えていって、みんなで8万行こうとかって言ったらね、本当に8万行っちゃったの。オニールオニールとは横浜クラブの応援ライバー、横浜のクラブの応援ライバーなんですよ、オニールオニール。ちょっと私も実はそんなに意味をよく分かってるわけではないんです。ただオニールオニールとか、まあ、あの時盛り上がったのはクーリークーリーですね、まあ、今日ノミネートはされてませんけども、ちょっとオールスターもあるんでクーリーの宣伝もちょっと入れますけど、オニールオニール対クーリークーリーがですね、もうそのなんだあのコメント欄にですね、うわっと来たんですよ。もうそれを読んでる私の楽しそうな感じ思い出しただけでも笑っちゃう。オニールオニールです。せめてこのビーコールのあれですね、ブースターの皆さんにとってみると非常にこう思い入れのある言葉というかだったわけです、ね、もうなんかオニールオニールってなんかもう一つの名詞ですよね、もうね。うん。第3位、ココナッツツリー。あ、ココナッツツリーはなんかわかりますよね。これはもう誰もがわかりますね。沖縄アリーナ、夢のアリーナ、オールスターも開催される沖縄アリーナの、すごいスリーポイントラインから離れたところにあるココナッツの絵のあたりからスリーポイントを沈めるディープスリーの岸本選手ですよ。これもいいね。なんかココナッツスリーとか出てくるとなんか本ちゃんな感じしますよね。ちゃんとした回になってきますよね、うん、こういうのはね、あの分かりますよね。まあ今までの2つが分かんなかったわけではないですよ。ココナッツ正統派な感じ、正統派な感じ、うん、すんなりきた感じ。岸本選手ね、まあ本当に後でまた話しますけど素敵ですよ。皆さんここでやめると気持ち悪いかもしれないですけど、じゃあ次いきますね。これも好きですね私は。これもいい感じですよ。第2位、
イカルガチャレンジ。おお、イカルガチャレンジ。やっぱりね、ブレックスのね、この、なんていうの、力はすごいかな。こういう、誰かを押し上げる力。まあ、イカルガ選手のね、あの、超ロングアシストですよ。もう状態、上半身の強さを、もう世界中に知らしめた。もう全然体をこう大きく動かすことなく、手首の力でポンとあれだけのスピードでリングの下まで、すんごいスピードできましたよね。あれはちょっと私バスケットやってないんで、あの凄さよくわからないんですけど、どうですか、ニエさん。めちゃくちゃすごいと思います。あれすごいの？あのイカルガチャレンジっていうハッシュタグって、実は B リーグの選手たちの間で実際にやってみるみたいな感じで流行ったんですけど、うんうん、富樫選手とかもやってて、うん、なんか苦戦してたんで、あれはプロが認めるスゴ技なんだと、うん、あれってイカルガ選手は毎回できるってことですかね。はい、多分先週の試合でもイカルガ選手あんなロングパス出してたんで、そんなイカルガ選手のパスをみんなで挑戦するみたいなことが、まあ、もうイカルガチャレンジっていう感じなんですね。すごいね、これもうちょっと流行らせたいですね。いや、俺も昔サッカーやってたから、ロングスローとかね、あ、はいはいはい、ゴール前にねフィードするっていうのは、こう上半身の強いね選手とかがやって、すげーっていうのはありましたよね。もう今後じゃあそういうパッと効いたパスがビューンといくと、イカルガ選手みたいなパスですねみたいな話になっていくと、まあ、ずっと言われ続けていくでしょうね。もうなんかすごいああいうパスを出すと、はあ、イカルガってますねとか、あ、イカルガチャレンジまた再び流行りそうですねとか、まあ、イカルガ選手はずっと言われ続けるでしょうね。いや、本当におめでとうございます。これは第2位、うん、第2位ですよ。ということは1位は、皆様お待たせいたしました、2021年度バスケ界流行語大賞、栄えある大賞に輝きましたのは、強くボール持って何してるんですか、おでした。でした。おめでとうございます。まあ基本的に私が何してるんですかって感じですけどね。今のドラムロールは本当うがいかと思いましたね。はい。ちょっとね、ちょっとあのおじいちゃんがね、ちょっと失敗するとガボってなっちゃう感じでしたね。大変失礼しました。いやいや、はい、ホーバスヘッドコーチですよ。いや、本当おめでとうございます。ちょっとホーバスヘッドコーチにインタビューでもしたいみたいもんですね、これね。この今の喜びを伝えるとしたらどなたになりますかとか、あのそういう感じの会話してみたいですね。はい、多分喜んでくれると思いますよ。ちょっと LINE しておきます、私後で。今のこの感じを2位、3位、4位、5位もちゃんと伝えて、はい、ホーバスヘッドコーチ関連で言うとですね、今回ノミネートいただいた中ではもう重たったところでも4つあってですね、この強くボールを持って何してるんですかはもちろんですけど、女子日本代表銀メダルとかですね、スーパースターはいませんがスーパーチームですとかですね、トム・ホーバスもそのままですけどね、ホーバスジャパンとかもう結構出てて、もう1位のですね、この強くボール持って何してるんですかは全得票のもうおよそ 10% ぐらい獲得したということで、すごい。やはりね、今年のバスケ界って言ったらね、やっぱりこの辺でしょうね。なんか、はい、こういうところからなんとなく今年のやっぱり傾向とかが分かるんですね。出ますね。もうある意味これを見れば今年日本で何が行われてたか、何を反映してるか、そのぐらいまで想像できちゃいますよね。例えばですね、気になるところで言うと、信州若手三銃士とか、ああそうかそうかそうか、これも結構あったんですよ。残念ながらね、はい、あの5位まで入れなかったんですけど、はい、信州の熊谷選手とか前田選手とか、私この信州若手三銃士いいじゃないですか。いい言葉ですね。こういうのはいいですよね。クラブとしてもプロモーションで使えますよね。なるほどなるほど。まあ気になったのあとですね、はい、ちょっと個人的に気になったのは、はい、鶴巻の身のこなし、鶴巻の身のこなし、鶴巻選手のね、あのロボッツ の鶴巻選手がもう最近もうグイグイ来てますけど、かなりファンのね心をわしづかみにしてる感じなんで、まあ、これも結構あったんですよ。あとですね、なんかあります気になったの。やっぱドライブユークレイジーは13位に入ってますね。ああ、それは私に忖度してくれてますでしょうね。まあ私に忖度しても何も返ってきませんけどね。
ありがとうございます。いやいやでもね、微妙なところですけどちゃんと入ってる、ちゃんと本家本元の比江島ステップも入ってるんですね、はい、本家本元がもう腹黒ステップに大きく負けてますからね。まあでもね、ちょっとノリでやってみたんですけど、これは結構面白くて、はい、毎年ノリでやっていってもいいですかね。いやでもなんかこうやって皆さん乗っかってくれると非常に嬉しいですよね。そうですね。じゃあちょっとね、あまりにも長く話しすぎちゃったので、そろそろ日本代表の話に行ってもいいですかね。はい、お願いします。皆さん本当にありがとうございました。またなんかこういうのたまにですね、ちょっと思いつきで私ちょっと皆さんに投げかけてこういうことをするかもしれませんので、温かい目でね、見守っていただきたいなと思います。で、日本代表、まあ、ここはですね、仙台行ってまいりました。トムの初陣ということで私も駆けつけて2試合見てきましたけども、残念ながらね、中国の、まあ、完成度と、まあ、サイズというところでまだチームも、新しいことにねチャレンジしている段階だったんで、まあ、試合こそ厳しかったですが、まあ個人的には何ですかね、今回の試合にフォーカス、まあ、代表戦なんでフォーカスしないっていうことではもちろんないんですけども、トムがやろうとしていることは徹底していくっていうスタンスは見えたんで、まあ、あとはもう精度を上げていくことが大事かなと思いますね。いかがでしたか、見てみて。そうですね、なんかやっぱりこう新しいチームっていうことの船出っていう、まあ、そのもの自体がやっぱりすごくこうなんか新鮮だったしっていうことはやっぱ全体的にあるんじゃないですかね。メンバーもちょっと変わってきてっていうところで含めてですよね。そうですね、うん、兄さんなんかどうですか、見ててトムともずっと帯同して、ね、この女子もオリンピックもずっと新出さんは見てきてますから、この流れを受けて初陣どうでしたか。そうですね、結果云々のことは置いておいても、 B リーグで活躍した選手たちの特に若手がエネルギーたっぷりでこうアピールしてるっていう姿勢が、うん、もそうだし、試合前の強化合宿のところでもトムさんがすごいエネルギーある練習だったっていうのを割と毎日言ってたと思うので、うん、そういうところはいい傾向なんじゃないかなって思いますけどね。そうですよね、相当みんな気合い入ってて、若手がねかなりメンバーに候補に選ばれてたんでね、切磋琢磨した感があったかなと思うし、若手の息のいい選手をその走って、外からのシュートが打てて、まあ、スピードのある選手みたいなところを徹底して言ってますけど、本当になんかそこに向かってるなって感じがするんで、身を持っていきたいなと思いますし、再三言いますけど B リーグとしてはトムのね、サポートをどんどんしていきたいなというふうに思ってますので、皆さん引き続き日本代表の応援もよろしくお願いします。今シーズンも B1B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には、島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。はい、ちょっと今日は熱量込めて喋りすぎましたし、ちょっと4位なのにオニールオニールって言いすぎましたね。まあビーコロのファンはめちゃめちゃ喜んでるかもしれませんけども、はい、改めまして強くボールを持って何してるんですか、イカルガチャレンジ、ココナッツ3、オニールオニール、腹黒ステップ、まあ、これを聞いただけで2021年の、ね、バスケ界が見えてくるかなと思いますので、はい、今年も、ね、残り少なくなってきましたけど、皆さん健康には留意していただいて、素敵な12月をお過ごしいただければと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田慎二でした。ドライブユークレイジー。